は五十嵐レイです。先週はですね、2020年初の的中をダート重賞で、果たすことができました。やっとですね、長かったですね。まだね、まだそんなに、まだ1月というのになんかすごい当たらないっていう期間はね、長く感じますね。でもよかった、よかったです。でもですね、芝のレースではね、そうなんですよ、まだこの番組も勝ち星がないので、ちょっとね、今週こそはこの芝で的中を狙いたいと思っております。ね、やっぱりね、両方ね、達成したいですよね。はい、というわけで、それでは高松の宮記念へ向けたステップレース、シルクロードステークスの予想を今週はお届けしようと思います。それではよろしくお願いします。それでは今回本命に選びましたのはディアンドルです。はい、筋量が54キロかなと思って期待しておりましたが、55キロ、少し見込まれた気もするんですが、ね、1キロの差って大きいですもんね。でもね、筋量が多いというのはこれはね、実力があるという証ですので、この筋量の部分は度外視して考えたいと思います。前走のスプリンターズステークスでは実力不足というよりかは、経験不足というのが結果をもたらさなかったという印象でございましたが、デビュー以来前走のスプリンターズステークス以外は全て連対しております。で、芝 1200m 線だけを使い続けているということを考えると、今回のメンバーなら上位争いに加わる可能性は、これは十分あるのではないかなと考えられそうです。京都の芝 1200m ではアウィル・アウェイやアスター・ペガサスを任して青いステークスを優勝しておりまして、コース適性にもまあ不安はないかなと思われますし、北九州記念で2着だった時の4着馬が今回のシルクロードステークスで上位人気となりそうなモズ・スーパーフレアと考えますと、5番から6番人気くらいに落ち着きそうかなと思う今回は狙い目だと見まして本命に選びました。鞍上にも池添健一騎手が予定されており、そうなんですよね、今年入ってまだ重賞では結果を残せておりませんので、もうそろそろね、もうね、池添騎手もね、私もね、先週やっと的中できたことですし、まあ、そろそろ池添健一騎手もね、同じ扱いしちゃったら申し訳ないんですが、ね、ここでそろそろ、ね、中堅ジョッキーの一発にそろそろ期待したいと思います。そして相手に選びましたのは、連勝で勢いのあるレッドアンシェル、そしてスプリンターズステークス2着の実績を評価したいモズスーパーフレア、そして、京阪杯4着からの巻き返しに期待したいアウィル・アウェイで、スプリンターズステークス6着は高く評価したいダイメイプリンセス、以上の4頭は抑えに選びたいと思います。そして、今回条件付きの激走に期待したい馬がハッピーアワーです。過去にはファルコンステークスを優勝したように、能力的にはいつ重賞で通用してもおかしくないというね、それくらいの力は持ち合わせているものの、でもね、どうしてもね、そう、出遅れてしまって勝てないレースが続いております。そういう馬はね、たくさんいますもんね。ね、今回も出遅れとの戦いが最大の問題とはなるんですが、もし出遅れをしなければ馬券圏内へ一気に浮上してくる可能性は考えられるので、狙ってみたいと思います。それでは、今回は以上の6頭を3連複の軸馬に本命のディアンドルを選びました。で、相手には5頭
に流した3連複合計10点で的中を狙いたいと思います。今週はフェブラリーステークスのステップレースとなるネギシステークスの予想動画も配信しておりますので、お時間がございましたらぜひそちらもご覧ください。ね、先週はダートでのね的中だったので、ね、ネギシステークスもね当たったらいいなと思うんですが、でもねもちろんこの芝のレースでもねパチッと決めたいところですね。ね、ダブル的中なんかできたら嬉しいなと思いますが、はい、というわけで今週もいつものコーナーに移りたいと思います。このコーナーでは私五十嵐麗が今週1週間で起こったいろんなたくさんの競馬のニュースの中から一つ取り上げてお話ししようというコーナーなんですが、ね、今週もいろいろありましたね。悲しいニュースが、ね、結構多く入ってきまして、ね、これはでも話すべきなのかなとかも思ったりしたんですが、でもね、もう悲しいことはこうあまり口に出すともうさらに悲しくなってこう、ね、そうちょっと苦手なので、悲しいことはもうちゃんと受け止める、もう受け止めてもうちゃんとね自分の中でこうと受け止めまして、ここではねちゃんと楽しいお話とかいいニュース、もう素敵なニュースをお届けしたいなと思っている五十嵐麗のこのニュースのコーナーでございます。はい、では今週私が選んだのはこちらです。地方競馬のニュースです。ミシェル騎手とてもいい一日だったという見出しです。はい、読んでいきますね、解説なしで。短期免許を取得して来日中のミカエル・ミシェル騎手、フランスの方ですねが27日川崎競馬でゴクラに騎乗したが、難関初勝利にはならなかったとのことです。でもねこのミシェル騎手はね、でもとてもいい一日だったとおっしゃっておりますね。勝つことはできなかったんですが、でもとても一日でした。でもハッピーに騎乗することができましたし、馬も頑張ってくれましたとのことで、緊張などはなくワクワクしていました。早くファンの皆さんに会いたくて、もうワクワクの方が大きかったですとか、ね、あとねファンの歓声についても、レース前のパドックから応援してくださる方がたくさんいて、レース後も大勢の方々に応援してくださるのは、私にとって大きかったです。そして川崎競馬場の印象を聞いたらね、とてもいい競馬場、走っていて気持ちが良かったです、いいレースもあったし騎手同士も気が合います、気に入りましたということですよ。でダートコースについてもねお話ししてました。こういう経験は初めてで、もっと大変なことを覚悟していたので大丈夫でしたとのことで、これちょっとね笑ってしまったんですが、どんな想像してたようなと思ってね、トロトロになるような感じを、顔を砂ぼこりふわって舞うような、ね、感じを想像してたのかな、ミシェル騎手、ね、可愛いですね。で、日本での目標はと聞かれて、数にこだわらずいろんな経験を積みたい、そしてもちろん勝ちたいですというお返事だったらしいです、ね、でミカエル・ミシェル騎手、そうこの地方競馬をね全然やらないよという方とか、最近競馬、ね、JRA の競馬から初めて地方競馬は全然知らないんだよなという方に説明しますと、このフランスのミカエル・ミシェル騎手はですね、今こう免許、短期免許取得して日本に今ね来てくれたんですね。なんと3月31日までの期間限定の騎乗なので、3月31日までは、ね、しっかり乗ってくれるの予定らしいんですが、このミカエル・ミシェル騎手はですね、
以前ね、札幌競馬場でワールドオールスタージョッキーズの時に8月ですね、で初来日をしまして、第3戦で勝利を挙げて注目を浴びたというフランスの女性の騎手ですね。そうなんですよ、ね、このニュースを見まして、こうね、すごくコメントが前向きというか、もうこんなキラキラした方だったんだと思って、私もすごく嬉しい気持ちになりました。そしてそうですね、またちょっと応援したいなってちょっと思って、こう川崎ね、ちょっと馬券買おうかななんて私の得意の単服100円ずつ馬券、ちょっとね、ミシェル騎手応援したいなと思って、ちょっと買ってみようと思いますで、なんとですね、ものすごいこう発言とかコメントとかもすごい可愛いことをね、おっしゃってるんですが、ね、見た目もすんごく可愛くて、可愛いって言っていいかな、すごい綺麗な女の人で、すごいね、ファンの人も結構多いんですけど、私が注目したのは爪なんですよ。ネイルがものすごい可愛いので、私のこのお話を聞いて調べてみようと思った方は、ぜひネイル、爪にも、ね、注目してみてください。もうめちゃくちゃ可愛いです。ここではあえて今から調べる方が絶対いらっしゃるので言わないでおこうと思いますが、ね、そこにも注目して見てみてくださいね。そしてね、日本競馬をなんかもう好きになってもらいたいなって私はね、すごく思いました。この地方競馬だけでなくて、またね、この JRA の中央競馬でもいっぱい乗ってほしいですよね。でね、先週はドバイの話をしたんですが、先々週、藤田奈々子騎手のニュースを、確か先々週だったと思うんですが、読んだと思うんですが、ね、女性、同じ女性としてやっぱり頑張ってもらいたいなというのもあります。なので、番組でっていうか、ここも私個人的に五十嵐麗は、ね、藤田奈々子騎手も、このミカエル・ミシェル騎手も、ね、女のジョッキーさん頑張ってほしいなと思いました、ね、これからも応援していきたいと思います。というわけでちゃんと切れてなかった、すみません。というわけで、今週もちょっと女性騎手の話をしました。以上、今週の五十嵐麗の競馬ニュースのコーナーでした。はい、というわけで、ニュースのコーナーでは地方競馬のね、お話、今回はちょっと川崎競馬場でのお話をしたんですが、なんとですね、ここ関西というか、私関西なので、もう皆さん知ってる程度ちょっとお話を進めかけてしまいましたが、私が住んでいるこの関西、兵庫県なんですが、兵庫県の中にもなんと素敵な競馬場がね、阪神競馬場以外にもあるんです。それがなんと姫路競馬場、園田競馬場なんですが、その園田競馬場にですね、はい、行ってまいりまして、そこではですね、そう、園田競馬場ってね、こうね、いろんな人にこの話をすると、昔からある競馬場やから、もう関西弁でいいですか、昔からある競馬場やから、もうなんかな、もう古いとこやろうみたいな言われるんですけど、いやいや、もう歴史はあるかもしれませんが、そう、最近ね、ものすごく綺麗になっているんですよ。で、まあ、建物もそうですし、あとね、個室もバッチリ完備されておりまして、なんかこう時間を潰すのにこうカラオケ行こうかなっていうぐらいだったら、もう園田競馬場の個室借りちゃおうぐらいのね、本当にそれぐらいのちょっとゆっくりできるスペースみたいな、ね、もちろん馬券も買えるスペースだったりするんですが、そういう施設も、そういう施設じゃない、そういう設備もできた、新しくなった園田競馬場で、私五十嵐麗は1日馬券勝負などもしてみました。で、そちらの映像がなんとこのゲートウェイの姉妹番組で、
でございます。キンキチューブの方で公開されておりますので、よろしければそちらもぜひご覧いただけたらと思います。そのキンキチューブの中では、私以外にも関西のおすすめスポットとか、そうだな、なんかおすすめスポットとか、あと熱いスポットとか同じですね、関西の素敵なスポットを紹介している番組となっておりますので、そちらね、見ていただいて、また関西遊びに行きたいなって思ってくださる方がいらっしゃったら嬉しいなと思ったりとか、あと今度関西行くけどなんかいいとこないかなっていう方にもね、見ていただきたいなと思いますので、ぜひぜひそちらも遊びに行ってみてください。チャンネルね、ピョンと飛べますのでよろしくお願いします。そしてこの番組や、あとそのさっき話しましたその姉妹番組のキンキチューブという番組の、ツイッターアカウント、あとはインスタグラムのアカウント、そして私五十嵐麗のツイッターアカウント、インスタグラムアカウント、全部いろいろありますので、このね、動画を公開するのはね、1週間に1回2回とかになっちゃうんですが、ツイッター、インスタグラムはもう私はね、もう気づいた時にパッと更新したりしているので、動画の時以外はこいつは一体何をしているんだろうなって思う方がもしいらっしゃいましたら、ね、覗いてみてくださいね、はい、なんか大体なんか食べてるかとかですかね。まあまあその辺はよかったら見に行ってみてください。そしてフォローお待ちしております、ね、いっぱいの人に見ていただきたいのでよろしくお願いします。はい、というわけで、もう今回もちょっと最後喋りすぎましたね。あと話すことはありましたかね。話しましたね。あ、そうですね。さっきも言いましたが、今週ね、このシルクロードステークスと、あとネギシステークスの方もね、公開されておりますので、予想動画、ぜひぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。今週はちょっとね、ダブル的中なども狙ってみようかなと思っておりますので、はい、どうぞよろしくお願いします。そして皆様もどんな予想になったかなっていうのもね、気になりますので、はい、コメント欄に書いてくださいね。ちゃんとね、意見ずつ読みますので、ぜひぜひいっぱいコメントください。よろしくお願いいたします。そして今週も皆様からのチャンネル登録もたくさんお待ちしております。ではまた来週も的中しましたっていうので始めれたらいいなと思いながら、はい、今週も楽しく競馬観戦したいと思います。ではまた来週お会いしましょう。五十嵐麗でした。